はい、どうもひこもです。モンハンナウの時間がやってまいりました。もっと人狩り行こうぜイベントです。その名の通りのイベントです。直球なタイトルですね。ハンターの皆さん、翌週以降の一定の期間、沼地エリアではリオレイアッシュが、森林エリアではリオレースアッシュの活動が活発化すると予測されています。イビル城以来ね、この活発化がね、どうも信用できなくなってきました。モンハンナウのスタッフに関してはね、あの時の反応ね、十分ね把握してると思うんでね、これから改善していくと思います。まあ実際すでに改善されてると思います。その辺はモンハンナウ素晴らしいです。まあ実装する前に気づいてほしいですけどね。ただもっと悪いポケゴーは耳を貸しません。こうと決めたらね、テコでも揺るがない。意識が高いんですよね。桜色の体育が特徴のリオレアッシュは通常種より硬く、毒を含んだ尾を通常種以上に巧みに振り回し、獲物を弱らせてから仕留める狩猟法を要いるモンスターです。すごいモンスターだな。モンハンナウの初期にリオレアッシュ出てきたんですけどね、私は苦労しましたね。全然慣れてなかったんでね、ボッコボコでしたよ。今ならね、もうちょっとうまく、ね、やれるような気がします。今でも強いんですけどね。こんななって動きますからね、わーっつって、あれを早々に実装してくるっていうね。そう思うとディアブロスアッシュの方が簡単でいいと思います。突進するだけですからね。ただ最初に出会った時のプレッシャーはすごかった。今でもあの感じは覚えています。また空を思わせる青い光覚を持つリオレースアッシュは通常種より機動力が増しており、空中からの必要な吸収攻撃で獲物を追い詰めるモンスターです。あ、機動力が増してるんだ。リオレースアッシュの方が簡単だと思います。リオレアッシュよりね、リオレースアッシュの方が先の方が良かったんじゃないかななんて思いますけど。今回の討伐ではハンター同士の連携を強化も、もうこの辺ちょっと日本語変ですね。ハンター同士の連携の強化のだよね、これね。ハンター同士の連携の強化も目的としており、数人で討伐したハンターたちへの報酬がいつもより多く用意されているようです。また大連続狩猟ポイントでモンスターを討伐したハンターへの報酬も追加されるとのことです。なるほど、どんどんマルチでやっていきましょう。ハンターたちで協力し合い、リオレーアッシュ、リオレーズアッシュの討伐に向かいましょう。というわけで、期間は5月27日から6月5日まで。イベント詳細、リオレースアッシュ、リオレーアッシュなど大型モンスターの討伐などを条件とした期間限定のクエストが全11個配信されます。多いな。クエストをクリアすることで期間限定の狩人メダル、もっと人狩り行こうぜメダルや最終素材、モンスター素材を報酬として獲得することができます。また一番最後までクエストをクリアすると流玉のかけらを2つ獲得することができます。大盤振る舞いになってきたな。このクエストで獲得できる報酬、限定狩人メダル、もっと人狩り行こうぜメダル、モンスター素材、流玉のかけらなど、最終素材、接着炉あり、大地の結晶など、ゼニー、期間中沼地エリアではリオレアシュの、森林エリアではリオレースアシュの出演率が増加します。フィールド上のモンスターの出演密度が増加します。あ、密度増加するんだ。グループハント報酬の枠が1枠追加されます。大連続狩猟ポイントで狩猟すると報酬が増加します。基本報酬の1枠目並びに2枠目の素材の個数が2個になります。これはいつものボーナス、いいやつですね。たまにこの枠にね、流玉のかけらが出たりします。4月23日のアップデートにて、大連続狩猟では離れた場所にいるハンターとマッチングできるようになりました。これは大改革です。ずっとソロでやってましたがね、人のいる場所ならいいんでしょうけどね、地方で人が集まるのは無理でしたね。限定パックが登場。実際に見てみましょうか。グループハント応援パック、あー、まあお得っちゃお得ですね。ジェムがないよ。もうこの間ちょっと課金したんですけどね、鍵取りナイフ分でね、もう900ジェムですからね。50で回復薬が5個買えると思うとお得です。3回も買えるお得やんけ。ほんとこういうのね、最初に出してほしかった。最初のすごいすっとんきょうなパック売ってましたよね。何なんだろうあれ。ああいうのがなければね、もっとハンターいたかもしれないのに。動画のね、視聴者さんもね、増えていたかもしれないです。この辺のね、値段設定も間違えてましたよね。ペイントボールとかお散歩玉。この瞬間錬成剤は安い。お金に余裕があればね、これどんどん課金してもいいと思います。ほんと最初の値段設定がトンチンカンでした。といってもペイントボールでね、いっぱいやるやつ、一人がペイントして、で抜けてね、何回もやるってやつ、まああれがあったんでね、高くてよかったですけどね。あれをしない人にペイントボールは高いです。お散歩玉とかさ、高すぎるんだよね。最初の設定した人ほんとトンチンカン。最近出てきたこの瞬間錬成剤は60、安くて良き。最初の値段設定した人とこの値段設定した人は同じなんかな。まあ同じだとしてもね、分かってくれたようなんで良かったですこの辺もね、値段下げてほしい。気楽にね、ペイントボールを使えるようにしてほしい。この環境じゃできないって時にね、ペイントしてね、家に持ち帰るみたいな使い方がしたいですね。今当たりな連続資料があるんで、それを取りに行きます。はい、というわけで、ね、今回の目玉セットを拾ってきました。リオレアッシュとリオレウスアッシュの2種セットです。最高が星7、星7ならまあ割と余裕で倒せると思います。星8になったらね、厳しいと思います。星8もあんのかな、ちょっと分かんないですけど、とりあえずこれやってみます。まずは入っていく。
これでグループハントも達成した。昔の仕様だったら無理でしたね。人がいない、今もいない。誰か来てくれー。 OK です。ここでまず1回とりあえずできるだけ部位破壊しましょう。おお、向き打ちゃったよ。右ってどっちだ。おお、あっという間に終わっちゃった。こっちだから、右はこっちだった。私はこっちを攻撃すればよかったんだ。まあ、あっという間に倒されちゃいました。右翼と左翼がね、一緒にどっちだか分かんなくなっちゃうんですよね。おー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 、これ最後3になってるのは何なんだろう。あ、グループハント報酬倍だ。一体どうなってんだこれは。いろんなものが増えてるぞ。なんや、いきなり放出するようになりましたね。かなり焦ってんのかな。では次です。ポチ。では次はディオレアーシュです。これはどんどんね、仲間とやるべきです。まあ、仲間つっても会ったことないですけど、チームオーガだとね、入ってから抜ける人もいるんですよね。あれ困りますね。4人かと思ったら3人になってるとかね。いい街にも探してるんだろうけどね、そこまでするかな。それより、おお、キュート。準備完了してね、私1人だったら困るんでね、行きませんけど、3人ならいいでしょう。お、4人になった。オッケー、まず右翼、左翼だそしてこっち、オッケー。で、次はオッケー、グループハントでモンスターを飛ばするに、どうだい。おー、どんどん素材が手に入るな。最初に苦労した俺って一体っていう感じです。では次行きましょう。お作り、次はディオレスアッシュですね。土地まだ余裕でしょう。というか星8でもみんないるんで大丈夫なんですね。完全に頭がソロですよ。OK、 まずは左翼。 OK、 右翼。次は頭です。 OK、 今のは私じゃないような気がする。とりあえずグループハント達成です。よかった。素材がもりもり入っていきます。そうだ、アッシュ捨てられないですよね。いつか必要になるかもしれないですからね。なのでどんどんボックス圧迫していきます。でどんどん新システムは搭載するんですけど、ボックスはなかなかね、拡張しないんですよね。何か考えてるのかな。ボックスに関しては本当ね、謎です。かたくなに拡張しないのは何か理由があるんだろうか。サーバーの負担になるとか、それが重りになるようだったらこのゲーム作れないですよね。では次です。ディオレアッシュ、このイラストなんかイラスト屋さんに見えてきました。ちょっとパステルチックで、特にキラマークがね、イラスト屋さんっぽい。これもフリー素材なのかな。んなことはない。次はディオレアーシュです。ポチ。オッケー。では翼を破壊していきます。オッケー。左翼、おー、頭、おー、右翼、おあっという間に倒されてしまいました。おーおーおーおお、どんどん増えていきます。最後です。星7、ディオレウスアッシュです。もうちょっと歯ごたえあっていいな。こっち、おお、超えてますね。オッケー、いくぞー。これで最後です。オッケー、まず翼壊す、こっちも壊す、頭を壊す、うん、ダメだ、もう壊せない。 OK です。尻尾が無理だな。星8ならね、尻尾切れそうです。星7だとね、その前に倒されちゃいます。おー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 おおおお、素材がほんとすごいな。ボコボコ入ってきます。ほんとの野生のやつを買っていた俺って一体って感じになってます。というわけで、ね、ディオレース、ディオレアの足チャンスです。まず弓だったらね、集中2がつくヘルムですよね。ディオソウルヘルム、集中が2がつきます。で今私憑依スロットで回帰ラップがついてます。当たりではないですけど、なかなかいいんじゃないかなと思ってます。多分憑依スロットは無課金でいくと思います。憑依スロットってポケゴの卵孵化と似てますよね。
しかもこっちの方がね半額ぐらい安いです。さらに性能と直結していていい感じです。卵孵化に関してはね、まあ高個体を手に入れるという目的もありますけど、ほぼね色違いとかね図鑑登録ですからね。私はね実用的なこっちの方が好きです。ピオレース亜種に関しては毒吹きか、今のところ私はそんな使ってませんね。飛竜灯が強いらしいんですけどね、どうなんだろう。体験私使うんですけどね、全然使いこなせないです。初心者でもわかるみたいな、ね、動画見るんですけど全然わかんないです。私は使いこなせるようになったらね、私でもわかるような動画を作りたいんですけどね、いかんせんわかんないっていう、その突破口が見えない、ただ切ってるだけっていう、しかも切ってる途中にね回避ができないんでダメージ受けるっていう、いまいちわからない。何か私でもわかるような、ね、動画あったら教えてください。上手い人ならもうダメだと思います。なんか分かって当然って感じでやってるんでね、その分かって当然が分からないっていう、勉強と同じですね。基礎段階でつまずくっていう。スペシャルタスクは1ページ目でしたね。受け取る。またグループハントかな。あ、グループハントだ。昔だったら無理でしたけど今なら大丈夫。例のごとくね、田んぼに湧き調査に行くところ、もう一つの値タワーを見つけました。こちらですね、ジンオーガとアッシュの贅沢セット。私的にはこっちの方がいいかなって感じです。星の数が多いんでね、連続狩猟なんで、このジンオーガもね、前枠2つが2つになる可能性があります。なので前に逆鱗が出れば2つです。昨日出たんだけどなもうしばらく出ないと思います。では一応やってみます。こっち OK。 今日ね風が強い、台風の影響なのかな。まあ雨じゃなくてよかったです。お、尻尾切っていく、背中も破壊、素晴らしい連携です。これぞマルチ。まあ今の MVP は尻尾を切った方ですけどね。あざす。前2枠が2個です。次はアッシュです。吹け足が入ってるやつも欲しいな。これは弓の出番でしょう。翼をかく、わーち、左翼、右翼、そして頭は破壊できず。ここもなんかかわいそうな感じなんだよな。素材たっぷりです。グループハント報酬も合わせるとすごい量だな。次のモンスターを狩猟する。ついに完了したくなるんですよね、ソロの時の癖です。もういいんじゃないか。 OK です。まずは翼を破壊していく、もう一本も破壊していく、そして頭を狙っていく。わー、撃破です。ハート2体。おお、レア号が2枚、いいっすね。ディオレウス亜種がね実装された時ね、この激鱗をゲットするのが大変でした。次はディアブロス亜種です。いっちゃう。4人揃いました。角を折ってもしょうがないですよね、しょぼい素材しか出ない。できれば背中の方がいいかもしれない。ダメか、潜られてしまった。背中破壊できず。おお、またレア号が2つです。素晴らしいですね。グループハント報酬もレア3とレア4で良き。で最後です、目玉です。この玉でいっぱい出てましたけどねまあいいでしょう。ちなみにね、結構激鱗ゲットしましたよ。後で見せます。弓が3人だとね抜けられちゃう可能性高いです。ボーガンだからよしでしょう。私も結構ね貢献してるんですけどね、SP でなかなか前足が壊せない。うわー、体当たり、なかなか方向ずるいんだな。なんでこっち来るし、あ、尻尾切れた、ナイスです。なぜ前足が壊れない。お、やっと壊れた角は壊せず、前足硬かったな。おほれ、おほほほほ、出る場所違うんだな。惜しかったです。レア52枚にレア6、なかなか出血大サービス的な報酬です。倍にしておきましょう。OK です。激流ね、すごい溜まってますよ。59個です。何かの時にぶっ破します。アイテムボックスがいっぱいです。ほんと早くどうにかしてほしい。アッシュの素材はね、取っておきすぎなんですよね。まあ、じわりじわり減らしていきましょう。これも減らしていいな。80ぐらい減らそう。最終的に600個必要とかありますからね、それは怖いんですよね。 OK です。開けていく。でスペシャルクエストを達成です。ポチ。
おお、3ページ目。3ページ目も同じような感じです。大連続資料やっていけば基本的に達成できます。人が集まりやすくなった大連続資料ならたやすいことです。ちょっとはね、田んぼに脇調査行ってみます。まるで田んぼの様子を見に行く感じですけど。では、レッツゴー。田んぼの手前に来ました。やっぱりね、結構湧いてます。こんだけ湧いてればね、御の字でしょう。ちょっと風が強いんで、この辺で撤退したいと思います。とりあえずいい感じに湧いてるということで、イビル城よりだいぶマシです。密度アップが嬉しいですね。というわけで、もっと人から行こうぜ、初日の模様でした。基本的にね、大連続資料でどんどん買っていきましょう。